これからは互いに理解し深い愛情と信頼を持って精神性努め励み苦楽を共に助け合い記憶明るい家庭を築きますことをここに誓います。平成29年7月29日オトダニエル・バエデル。妻バエデル・マイ。玉串奉天の儀を執り行います。